半魔家の本家の本物貴族の半魔妖先生です。ということでね、人間の上の知能の生物なんですけども、まあ元も生まれは私人間皆様方と同じなんだけれども、昔宇宙戦争で殺されて地球と太陽を育ててまた子供から生まれてきてるというふうにお伝えしましたけれども、人間というのはだから知能は低いんですね。単独では話したり聞いたりできないんです。無能なんですね。話したり聞いたりしてもね、人間自身団体でもですよ、団体の濃度も結集して頭良くしてもマイナスなんですね。生きてたって意味ないんです。プラスになることはないんです。マイナスしかしないんです、人間はね。で、簡単に言うと人間は今日肉食生物で武器を作って盗んで仕事する生物なんですね。だから私は一人で人間の身の知能の生物なんで話ができるんだけど、人間は団体でね、頭つけて喋んないとダメなんです。本人で喋っちゃダメなんです。全く知能ないから無能の話しかしてこないんですね。で、話してもらわないと困りますから、どういう状態なのかわからないから ね、どういう間違いで動くのかっていうことをこっちが話してくれないと分かりにくいわけですよね。だから話してもらうことは大事なんです ね。だから離れてね、近くいるともう盗みチャンバラだけしかしませんからね、人間はね、知能低いんで。それで人間はね、知能低いんで同じ仲間をタダで働かすことができるんですよ。人間ってね、頭悪いからね、騙す、簡単に騙せるんですね。だから人間たちはある程度その楽にして仕事してる人はタダで働かしてる人がいるからですね。 YouTuber でもお金入ってるっていうのはでしょ、遊んでてたくさん大金入るとか、これはみんなね、外でね、工場とかね、人間たちが騙してね、タダで働かすことができるんです。人間知能低いんで簡単に騙されるんですね。だから一生涯働く人は働いてくれるんでね、それでね、食ってるだけで収入がね、広告料とか全部そうなってるんですね。だからいくら教えたってね、人間あと報酬くれないでしょ、ね、だから意味ないから、人間たちに話したら全然できないから、聞いたりできませんから、教えられないわけですね、まだ知能が低くてね。で、そういうことで人間っていうのは投資でもすごくできるように見えたりする。これ団体の頭がついてるだけです。個人じゃ到底無理な話でね、稼げないです。それからね、正しい仕事をしてなければいくら稼いでもマイナスなんです。だからね、ダメなんですね。お金は稼いだったった稼いでいてもね、全く正しい仕事しないとダメなんです。人間はお金さえ稼げればいいということで動くですね。頭悪い生物なんでね。他問題があったりするんだけど、みんながんとかそういうのでみんな死んじゃうでしょ。これはね、そういう対抗策なんですね。殺して肉を食べる悪い生物ね、にできた病気なんです。だからその病気が宇宙全体で作られましてね、人間の悪い人たちを殺すために作った血清でいいものなんですね。正しいものなんで、がんというの病気っていうのは非常に大事な病気でね、その悪い人間を倒すために最高に働きがあるということで作られたものなんですね、宇宙でね。ですから癌にかかったら必ず死にますし、とにかく悪い人間はどんどん必ず癌になりますからね。これは正しく、いくらか、それはね、お金だけ稼いで都合よくいくっていうことは許されないんですね。正しく仕事をしてね、お金を稼がないといけない。だから大変なことなんです。難しいことなんです。地球をきれいにするとかね、もうそこら辺に行ったらもうゴミがないとかね、ね、そういう世の中にしましょう。ね、半魔妖先生でした。今日の講師は
私は大学の先生の資格も持ってますから、あの名誉博士の先生もの資格も持ってますしね、一番上の資格も持ってます。で、人間たちは低能ですので何でも認めませんし、あの私が持ってる国家試験も全部認めませんね、ということなんでね、私が言うしかないわけですね。人間たちは全部ね、免許を与えてないということにしてますからね。そういうふうに知能差がありますね。で、上の知能の生物が敵として考えますから、ね、この前あのちょっと先週はね、役所行ったら年金を支払わないというね、あのことでね、積み立てたお金ね、徹底してね、絞ってあの引きました。お前死ねっていうことでね、年金払、積み立てた年金一銭も払わないぞ、そう、私は頑張るぞって、これ人間団体で言ってきました。ね、一銭も年金、人間団体、人間、お前は人間じゃないから年金は払わないよ、積み立てたの、徹底して言ってきますけど、人間たちにも言われる人がいるんです。それはね、人間たちに中でね、仲間じゃないとされるとみんなそう捨てられてね、私はもともとから敵、上の生物なんで敵として動いてるからいいんだ、慣れてはいないけども、しょっちゅう来るわけですけど、人間たちの場合はもう死ぬしかありませんから、それは当然なんですね。嫌われたら年金も出してくれませんよ、役所はね。ね、それはよく知っていただき、一銭も出さないですよ、ちゃんと積み立てたって。僕だって35年ぐらい積み立ててるんですよ。ね、ね、積み立った全部聞きませんしね、口座も例えば郵便局とか入れた口座もね、あと下ろしてくんないですよ。ね、仲間が気に入らないっていうことにされたら、こんなのもうしょっちゅうですよ、それ。それで年金を浮かしたりしてるんですから、早く死んでくれって嫌な人。